僕が話すは古の始まり、神々がまだ大地を歩く時代の物語。天空の竜が空から降り立ち、世界のよろずに好奇を抱く。竜は自ら答えを探し、雑然とした世に目を回す。風の歌い手が琴をつま弾き、天空のライアーがそれに応えた。竜は好奇に駆られし幼子で、過去の苦悩を忘却せしと飛翔しただけ。それは歌に耳を傾け、歌をそらんずる万物に己が心を理解させるために。歌い手と竜は伝説となり、暗黒の時代がやがて始まる。獅子の牙は朽ち、鷹の旗は落ち、一頭の悪霊が門戸に迫る。大聖堂は深紅の影に包まれ、ため息は詩人によって再び歌となった。天空の竜が召喚に応じ、暴風の中悪竜と殺戮に舞う。天空の竜は悪竜の毒血を飲み眠りに落ちる。蘇りし時、知る者は誰一人いない。今の人々はなぜ我を嫌う。天空のライアーは答えず、怒りと悲しみ、命と毒が涙となって竜の目尻から流れる粒となる。歌は沈黙し、腐敗は進み、天空のライアーは話せなくなった。おや、君たちは。ふーん、あの時トワリンを驚かした人たちだ。トワリン？ああ、思い出したぞ。でも普通の人は風魔竜って呼ばないか。なんで名前を。仲いいのか。さあね。おい、こいつなんか怪しいぞ。僕は銀遊詩人ウェンティさ。もっと正確に言えば、モンド城で一番愛される銀遊詩人を3期連続で優勝したウェンティだよ。僕に何かご用かな。オイラたちが分かるならこれ以上説明する必要もないよな。もちろん風魔竜の剣だ。ん？おい、記憶喪失のふりはやめろ。あれを見せるか。おや、これは。あれ、結晶が浄化されてる。いつの間に。これはトワリンが風魔竜が苦しんで流した涙だ。涙。優しい子だったのに今はこんな風に悲しみ、怒りに満ち溢れている。僕も涙の結晶を持ってるんだ。浄化をお願いできるかな。君、本当に不思議な力を持っているんだね。君のような人が銀遊詩人の歌に登場させられるのはある種の運命だと思ってくれ。日向にいれば英雄に、日陰にいれば災いに。あ、今は君のために新しい歌を書いている暇ないんだった。たとえトワリンは討伐されずとも、その生命力はすごい勢いで消耗していっている。彼は怒りの中で自分を燃やし尽くそうとしているんだ。涙の結晶を浄化してくれただけでも助かったよ。本当にありがとう。でも今は新しい作戦を思いついたんだ。作戦ってなんだ。竜の涙を見ていたら、ある個人のことを思い出してね。個人？それじゃあお先に失礼するよ。おい、どこ行くんだよ。
モンドの英雄の象徴だよ。またね。もう、どう思う？あいつからしたらお前も十分変わってるだろうけどな。それに、もう、あいつの声を知ってるだって？オイラは全然わからなかったけど。でもあいつ英雄の象徴って言ってたよな。それなら知ってるぞ。きっとあの木のことだ。おう、あのすごーく目立つ木のことだ。お前もわかるよな。